佐々木香織は、日本の事業家、マッチメーカー。神奈川県横浜市出身。神奈川県立外語短期大学附属高等学校、上智大学外国語学部比較文化学科卒業。在学中の1983年に、交換留学生として、米国ニューヨーク州、エルマイラ大学に9ヶ月間留学。この頃に、ダーシー・ニールというセミナートレーナーの通訳を行った。 ことが人生の転機となった。その後、ニールにはビジョンクエストのコーチングなどを講演依頼したりしている。なお、エルマイラ大学からは2008年に名誉、文学博士号を授与された。フリーランスの通訳を経て、1987年に通訳、翻訳、コミュニケーショントレーニング等を主業務とした株式会社ユニカルインターナショナル2000年3月には、 株式会社ーウーマンを設立し、同年9月にはホームページを開設した。ー w ーマンの設立にあたっては、8億7000万円の資本金を集めたが事業としては立ち行かず、95%の減少を行って再出発した。直近の資本金は約4300万円となっている。 再出発後の同社取扱い商品は手帳と時間管理術セミナーだけだったが2003年からメロンのエキスを使った抗酸化サプリメントメロンリペアが加わった。またセミナー講座名の E. ウーマンユニバーシティを2009年6月に表参道カレッジと名称変更し茂木健一郎を学長とした。 佐々木が1988年に世界若手企業家、組織を日本支部、第2期会長を務めたことを契機に、1996年より、毎日、国際女性ビジネス会議を開催している。2001年1月、森内閣の坂谷大地経済企画長長官、主導の IT 戦略本部有識者本部員、2001年4月、第1次、 小泉内閣の総合規制改革会議員を、川切りに、内閣府国民生活審議会、物価安定政策会議員、同団所とも同んが会議、仕事と子育ての両立支援に関する、専門調査委員会委員、厚生取引委員会の独占禁止困和会員、法務省法制審議会委員、総務省情報通信行政、郵政行政審議会委員、第2次、安倍内閣では、 内閣不規制改革会議委員などを歴任。坂井谷太一や吉川元秀からは、高い評価を得ている。民業では、メリルリンチ証券、ダイバーシティアドバイザリーボード、松下電機、アドバイザリーボード、東芝アドバイザリーボード、日銭ホールディングス社外取締役、神戸大学経営学部非常勤講師、多摩大学客員教授などを歴任している。現在は、 ソニー教育財団理事、KDDI 財団理事、独立行政法人国立科学博物館、経営諮問委員、一般財団法人インターネット協会評議員、日本科学未来館総合監修委員、東京大学非常勤講師を務める傍ら、株式会社東京会場、日動火災社外監査役、日本電気株式会社社外取締役、日本郵便社外取締役に就任している。 NEC 会長の遠藤信弘からは高い評価を得ている。公職としては2007年から文部科学省中央教育審議会初等中等教育文化会臨時委員を長らく務め、現在は同省の実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会委員も務める。他に経済産業省産業構造審議会委員を 努めている。2018年東京と東京と日本の成長を考える検討会員。独身、虹あり、ありがとうございます。